ということで、おはようございます。今日はちょっと曇り空ではあるんですけれども、それでもやっぱりね、だいぶ気温が涼しくなってるな。なんだろう、本当に夏が終わるようなそんな気配、それはそれで寂しいな。今日ね、土曜日なんですけれども、これがまあおそらく最後のリハビリ期間になりそうだということで、今日はねちょっとまあ雑談なんだけれども、そろそろ来月中にも出そうな GoPro Hero 11に関するね、予想と言いましょうか、こういうのが出てくれたら嬉しいなみたいなね、そういうのをちょっと軽く雑談していきたいなと思います。でね、今のところね、僕がサクッと調べた感じでは、まだGoPro Hero 11に関するね、こう決定的なリークっていうのは多分ね、まだ出ていないと思うんですね。なのでね、風呂敷とかも広げやすいと思うんで、その辺についてね、今日一本動画作ってみようと思います。いやにしても今年の夏も夏らしいこと何もできなかったな。はい、どうもこんにちは、もかげです。ということで、今日はね、GoPro 関連の雑談と言いましょうかですね、今8月の後半ということで、早ければおそらく来月の中旬ぐらい、9月の中旬ぐらいにもね、待望の GoPro Hero 11の発表があるんじゃないかということで、今日はその GoPro Hero 11の予想と言いましょうかね、まだね、僕がねざっと調べた限りでは信頼性のあるねリークとかっていうのはまだない状況なんですけれども、このね1年弱ね、このたっぷりとねこの GoPro Hero 10を使い倒してきている中でね、いろいろとやっぱりこう次のモデルにね望むことっていうのもあるんで、その点ね、個人的な予想というかね、願いっていうのを含めて、今日はこの GoPro Hero 11ね、これに関しての予想と言いましょうかね、そういったこう雑談っていうのをしていきたいなというふうに思います。で、今年の GoPro の発表イベントっていうのがいつになるのかっていうのはまだ分かってはいないんですけれども、予想として一番可能性が高いのは来月中旬、具体的に言うと9月の16日になるんじゃないかっていう風な意見が一番濃厚で、っていうのも GoPro の発売って大体こう夏の終わりね、秋の始まり、9月か10月ぐらいの発表っていうことではね、 GoPro Hero 6からもずっとそういう感じなんですけれども、ただね、日程っていうのはばらつきがあったんですね。それがGoPro Hero 9から9、10とずっとね9月16日の発表っていう風に固定されているんで、2度あることは3度あるってことでね、この GoPro Hero 11も9月16日になるんじゃないかっていう風な、そういった説が濃厚ではあるんですけれども、ただね、今年に関して言うと、2回続けたこの9月16日発表っていうのが、ずれる可能性っていうのもあるかなと個人的には思っていて、っていうのもね、今年のね GoPro の発表会っていうのはね、サプライズがある可能性っていうのが あるんですよ。っていうかね、高いと個人的には思っているんですね。ここのところはGoPro ってずっと1年に1機種の発売っていうのが続いてきていて、これがGoPro Hero 8の時っていうのは GoPro Hero 8と GoPro Max っていうのが同時発表、同時発売されたわけなんですね。その時は10月中旬だったっていうこともあって、もし仮に今年のGoPro発表会で何かしらのねサプライズがあるとするんだったら、もしかすると10月ぐらいに伸びてくるかなというふうな可能性もあるとは思うんですけれども、いずれにせよね、9月中旬から10月にかけて新しい GoPro が発表されることは間違いないだろうということなんですね。で、今回期待されているこの GoPro のサプライズっていうのの根拠なんですけれども、今からね約半年ぐらい前、2月ぐらいだったと思うんですけれどもこれの僕のチャンネルでも取り上げているんですが、GoPro が決算発表会で CEO のねニック・ウッドマンさんが2023年までに GoPro のラインナップっていうのを4つに増やすっていう風にオフィシャルに発言しているんですね。で、この発言っていうのがね、どこまでこう実現するのかわからないんですけれども、ただこれあくまでこう GoPro の CEO の、オフィシャルの発言なんでね、その辺のねこう飛ばしのね噂とかっていうのとは信憑性っていうのが全く違っているんですね。で、現状はGoPro っていうのはこのGoPro Hero シリーズね、GoPro Hero 9だとか GoPro Hero 10の GoPro Hero シリーズっていうのが、柱として一つあって、それとは別に GoPro Max っていうね、360度カメラっていうのも、約3年前に出しているわけなんですね。で、かつては GoPro はこれ以外にも GoPro カルマとかっていうね、ドローンも出していたんですけれども、その辺はもうディスコになっているんで、現状はこの GoPro Hero シリーズと GoPro Max の2機種っていうのが出ている状況なんで、さっきの CEO の発言っていうのを鑑みると、あと2つの新しい商品っていうのが発表される可能性があるということなんです。
ただし日本では発売されていないんですけれども、本国のアメリカでは実はもう一つ別の機種っていうのが発売されていて、それがGoPro Bones ってやつなんですね。これはGoPro Hero 10っていうのをベースにして、映像を撮るのに最低限必要な機能っていうのだけを残して、あとは全部取っ払ったっていう、まあ Bones っていうのは骨っていう意味なんで、 GoPro から贅肉だとか筋肉っていうのもひたすらもう全部こうムキムキ外していって、骨骨にしたモデルっていうのもあるんですね。でこれはFPV ドローンなんかに載せられるように徹底的に軽量化したモデルなんですけれども、これもアメリカでは発売されているので、もし仮にさっき言った CEO の発言っていうのにこのボーンズっていうのを加えるとすると、残り1機種まだ謎の GoPro カメラっていうのが発表される可能性っていうのがあるんですね。まあ、なので今年の、GoPro の発表会、発表会というかね、GoPro の発表ってね、なんかこう結構あっさりとしているものではあるんですけれども、最大3機種の発表の可能性があると個人的には思っていて、大本命、これはもう絶対だろうっていうのは GoPro Hero 11、これネーミングがね、もしかすると変わる可能性とかっていうのはあるかもしれないんですけれども、 GoPro Hero 11ね。でそれとは別に GoPro Max、 新世代の GoPro Max、 もう前のモデルの Max が出て3年経つんで、リニューアルするにはね十分な期間があるんで、これも出る可能性があると。でもう一つ、さっきも言ったように空白となっているもう一つのモデルっていうのも出る可能性があるのかなというふうに思っていて、なので注目なんですよ今年の発表会っていうのは。でこっからがね、実際の本題の GoPro Hero 11に関する予想ということなんですけれども、発表発売っていうのはおそらく9月中旬から10月の中旬にかけて行われるだろうということ でスペックに関しての予想なんです。これはあくまでこう個人的なこう願いの部分なんですけれども、まずこうデザイン面での GoPro Hero 11に期待する部分としては、これは GoPro Hero 10なんですけれども、こんな感じで、デザイン的に言うとね、ここのところはずっと変わってなくて、以前の、GoPro 5とか6の時っていうのはこの GoPro のねロゴっていうのがこっち側にあったりしたんですけれども、こういうボックスタイプの、一目で GoPro と分かるこのスタイルっていうのは間違いなく維持されると思うんですね。筐体デザインで期待したい変更っていうのはやっぱりこう裏側なんですね。裏側、これちょっと今分かりづらいですけれども、ちょっと電源を入れてみると、こんな感じでベゼルっていうのがね結構ね大きいんですよ。背面ディスプレイのベゼルっていうのを薄くする、なんだったらこうベゼルレスっていうのもあるのかなというふうに思っていて、この辺のこう背面ディスプレイのベゼルっていうのがより広く映せるように進化していることをね、ちょっと個人的には期待したいかなと。でカメラのねスペックに関してなんですけれども、この GoPro Hero 10っていうのは 5.3K の 60fps での撮影が可能なんですね。これが一番こうハイスペックな設定ということなんですけれども、おそらくこの点でこの 5.3K っていうのがおそらく 6K、ないし 5.7K とかっていうのもあるかなとは思うんですけれども、おそらく 6K になっているんじゃないかなっていうふうな気がするんですね。っていうのもね、この GoPro Hero 10がね出る段階で 6K に対応するんじゃないかっていうふうに言われていたんですけれども、そこはちょっと抑え気味で 5.3K だったっていうこともあって、 6K ないし 5.7K ぐらいになるだろうと。であとスローモーションに関して言うと、この GoPro Hero 10では 4K120p での撮影が可能なんですけれども、これもおそらく 4K240p ぐらいになるのではないかというふうに予想されているんですね。っていうのも GoPro のスペックの進化っていうのは、この解像度とスローモーションっていうのが結構こうセットになって常にこう進化してきているっていうこともあって、これまでと同じようなね歩みっていうのを予想すると、おそらくそういったことになるだろうということなんですよ。なんだけれども個人的にはこの5.3K が 6K になるかとか、 4K120p が 4K240p になるのかっていうのはさほどね大きく期待していないところで、なんだったらこのスペックに関して僕は現状維持でもねそんなに、文句はないんですよ。で特にやっぱり 4K240p っていうのはもうかなりこう限界突破しているというか、普通に考えてこうカメラ側への負荷っていうのもかなりこう高くなるだろうっていうのは予想されるんでね、この辺に関しては正直この従来のこのサイズ感の GoPro で実現できるスペックとしてはもうこの GoPro Hero 10の段階で結構もうね天井まで来ているような気がするんですよね。やっぱ個人的にはやっぱりそれに変わるハイスペック化していくのとはちょっと違った方向性で、やっぱりこう夜間撮影ね、やっぱこれがやっぱり GoPro に残されている最大の弱点だというふうに思っているんで、この夜間撮影の改善っていうのが GoPro Hero 11で僕は一番こう期待している部分なんですね。でこのやっぱり GoPro Hero 10で使っていても本当に思うのは、
天気のいい環境下で撮影していると、それこそDSLR のカメラなんかとサイドバイサイドで比較してみても、そんなに大きな差っていうのは出ないんですよ。なんだけれども、やっぱりこう曇りになったりだとか、あと屋内であったりで、あと夜の撮影っていう風になると、どんどんとこうノイズっていうのが目立ってきて、画質っていうのも劣化するっていうことで、やっぱりこの点をどう改善していくのかっていうのが、次の GoPro Hero 11に一番求める部分で、この点においてやっぱり GoPro って何だろう、こう方向性がこう変わってくるというか、 GoPro の弱点とされている低照度かね、夜間での撮影っていうのに強くするためには、まあ方法として大きく2つあって、それはまあフィジカルな部分で改善していく方向と、もう一つは内部的にソフトウェアで改善していく方向っていうのが2つあって、まあフィジカルな方の改善っていうのは単純にセンサーサイズっていうのを大きくして、それに合わせてレンズっていうのも大きくする。そうすることで、こう物理的に取り入れられる光の量っていうのを多くすることで、低照度下での撮影にも強くなるっていう、これがまあ物理的な進化 でもう一つはやっぱりこうソフトウェア上の進化で、例えばこう最新機種の iPhone で撮った映像ってめっちゃ綺麗じゃないですか。他にもピクセルフォンで撮った写真とかって夜でもめっちゃ綺麗に撮れるんですよね。そういったこうスマートフォンがじゃあなんでこう綺麗な映像や画像が撮れるのかっていうと、センサーを大きくしたりだとかレンズを大きくしたりっていうことではなくて、 SoC ね、チップの部分での改善によって AI 的にそういったこうノイズっていうのを処理していく。つまりこうハード面で進化させるのか、それともソフト面で進化させるのかっていうふうな両方の道っていうのがあって、まあ、もちろんそれね、2つをね同時に進行するっていうふうな考え方もあるんだけれども、その GoPro のねセンサーサイズっていうのを大きくするかしないかっていうのは結構意見が分かれるところだと思っていて、僕自身ねなかなかこの点がねはっきりしないというか、やっぱりこう使っているとやっぱり GoPro のセンサーサイズが大きい、センサーサイズっていうのが大きくなった方がいいかなと思うシーンもあれば、やっぱりGoPro の大きな魅力の一つっていうのはこのやっぱりコンパクトさなんで、GoPro って小さいですけれども、実はまあ徐々に大きくなってきているんでね、そっちの方向に行かれるとちょっと嫌だなっていう風な思いもあるんですよね。 GoPro の今後のこう進化っていうのを考えていくときに、このカメラっていうのがいわゆるよりプロフェッショナルな方向、いわゆるこうまあ DSLR とまではいかなくても、まあ、そういったこうプロフェッショナルな撮影ができるカメラの方に行くのか、それともスマートフォン的な方向に行くのかっていうの、その違いになると思うんですけれども、僕は基本的にこの GoPro っていうのはやっぱりベースっていうのはスマートフォンにあるというふうに思っていて、そもそもやっぱりこの GoPro っていうのがこう爆発的に広がっていった背景っていうのは、スマートフォンでなかなか撮れないようなものを簡単に撮れるっていう風なコンセプトだったと思うんですね。例えば海とかでスマホで気軽に撮影しようと思うと、どうしてもこう防水性とかっていうのが気になって使えないけれども、 GoPro だったら防水も完璧だから海でも使えるよねみたいな。であと他にも例えばこうアクティブなシーン、アウトドアだとかスノーボードだとか、こけちゃったりしたらスマートフォンとかって画面割れちゃって使えなくなるけれども、まあ、頑丈な GoPro だったら大丈夫だよねっていう風な、そういったいわゆるこうスマートフォンの代替みたいな、スマートフォンでできないことをこれなら簡単にできますよっていう風な、そういったコンセプトで広がっていったカメラだと思うんで、なのでこうセンサーサイズを大きくしていくっていう方向性よりも、内部のチップの改善っていうので画質の向上を図っていくっていう風な方向性の方が、まあ、GoPro にはぴったりくるんじゃないのかなという風に思っているんで、まあ、個人的にはセンサーサイズをアップすることよりも新しいチップね、新チップっていうのが登場することを期待したいかなと思っていて、で現在ねこの GoPro Hero 10では GP2 っていうチップが載っているんですけれども、長い間 GoPro って多分ね GoPro 6あたりから6、7、8、9ぐらいまで GP1 っていうチップを使っていて、これがやっぱり異常だったと思うんですよ。一つのチップで2年も3年も確実にね負荷が高まっていくアップデートっていうのをそれで行うっていうのがそもそも無理があって、でその無理っていうのがガーッと出たのが GoPro Hero 9だと思っていて、やっぱ GoPro Hero 9って使ってみるとやっぱりこう背面のね感度っていうのはものすごく悪いんですよね。で、まあ、GoPro Hero 10から新しいチップっていうのが乗ったことで操作性のねストレスっていうのはなくなったんですよ。なんだけれどもこの GoPro Hero 9から10でこうチップが変わったことで、低照度か夜間撮影での改善っていうのはそこまで大きくなかったんですよ。まあ一応まあ GoPro はね10になって低照度下での撮影っていうのも強くなりましたっていうふうに言っているんですけれども、まあ、実感するほどそんな大きな改善っていうのはなかったんですね。なのでこう前回のこうチップの進化っていうのは主にこう操作性の方にね割り当てられていたっていう風な印象なんですけれども、今回の GoPro Hero 11ではその辺が
チップの進化っていうのが画質にもちゃんと反映されることっていうのが、期待されていると。GP2、前回と同じチップでいくのかどうか分かんないんですけれども、ただいずれにせよやっぱりこのチップの進化っていうのがやっぱり GoPro の今後の進化にはやっぱり不可欠なことっていうのは間違いなくて、でこっからの僕のね予想っていうのが、何だろう、さっき言ったあの空白の1機種ね、何かしらこうサプライズがあるかもしれない1機種に関わってくるところなんだけれども、あの仮にこの次の GoPro Hero 11っていうのでチッププロセッサーが進化していくっていう風になると、よりこうスマートフォンに近づいていく進化っていうのがあるのかなという風に個人的に思っていて、もともとさっきも言ったように GoPro っていうのがあのスマートフォンでできなかったことっていうのに特化したことで支持を得ていったっていう風な流れに関連して、スマホ的な要素っていうのがどんどんとこの GoPro に加わっていく可能性っていうのはあると思うんですね。例えば僕がこの GoPro を使っていて一番煩わしいなって思うのはやっぱりこうケーブルなんですね。もちろんこうデータを取り出す際にもこうケーブルっていうので PC とつなぐ必要があるし、で今のスマートフォンなんかではこうワイヤレス充電っていうのがどんどんと広がっていってますけれども、あの GoPro なんかでもそういったワイヤレス充電であったりだとか、あとやっぱりこうネットワークね、さっき言ったあのもう一つのサプライズ機種としてこの GoPro のセルラーモデルっていうのはあるかなというふうに個人的に思っているんですよ。最近も SIM カードなんかも物理 SIM っていうのを必要としないモデルっていうのもたくさん出てきているし、ワイヤレス充電にも対応して、で同時にネットワークっていうのは Wi-Fi 以外からつなげることができるセルラーモデルなんかっていうのが、個人的にそういうモデルが出るとめっちゃ欲しいなっていうふうに思うんですよね。でやっぱりそのためにはしつこいんですけれども、やっぱりこうチップね、プロセッサーっていうのが継続的にアップデートされていかなければいけないと思うんで、センサーの大型化とかあのレンズの大型化っていうのではなくて、いわゆるこうスマホ的な進化ね、今の僕はそういうモデルが欲しいかなというふうに思っています。はい、ではちょっとめちゃくちゃ話が長くなってしまったんですけれども、最後もう一つ期待するポイントとしてはハイパースムース 5.0 ですね。ハイパースムースっていうのは GoPro に搭載されている手ブレ補正機能で、 GoPro Hero 7から搭載されているものなんですけれども、これがね GoPro Hero 11になってどれぐらい進化するのかっていうのがやっぱり注目で、ハイパースムースが搭載された GoPro Hero 7が出た時、もう GoPro にはジンバルいりませんよっていう風な、そういったこう触れ込みだったわけなんですよ。で実際 GoPro 自身が出していた物理ジンバルっていうのもそれでこうディスコンにしたんですね。なんだけれども実際やっぱり使ってみると、やっぱりこうジンバルが必要になるケースっていうのがやっぱり出てくるんですね。特に夜間だとか、あと屋外なんかでもやっぱりこう完全にこうブレを消したいっていう場合はハイパースムースでは結構厳しかったんですよ。その点が本当にこうジンバルいらずになっているのかっていうのが注目のポイントで、この辺ねこうハイパースムースの進化っていうのは解像感っていうのとも密接に関わっている問題で、例えば GoPro Hero 11が 6K に対応したというふうになると、かなりこう解像感にね余裕ができるというか、 6K で撮った映像を 4K で使用するとした場合、その 2K 分っていうのが手ブレを抑えるためにクロップすることができるわけじゃないですか。つまりこう実際に撮った映像の3分の1っていうのを手ブレ補正で犠牲にできるとするならば、これまで以上に安定した映像っていうのを撮れると思うんですよね。もちろんね大幅にこうクロップされてこう画面は狭くなってしまうのは仕方がないんだけれども、それでもね本当に物理ジンバルを必要としないハイパースムースが完成するのではないかというふうに、ちょっと個人的にその点も期待したいかなというふうに思っています。ということでやっぱりね GoPro の話になるとどうしてもね話しているうちに、ね、どんどんね話したいことが出てくるっていう感じで、もうめちゃくちゃ長い動画になってしまいましたけれども、この辺が現状僕が GoPro Hero 11に臨んでいるところで、完全に僕の GoPro 妄想ではあるんですけれども、いずれにせよ今年の発表会っていうのは一機種にとどまらない可能性っていうのがあるんで、その点でちょっと注目かなというふうに思っています。というわけでちょっとこう長々とねまとまりのね話になりましたけれども、このチャンネルでGoPro っていうのがメインコンテンツの一つなんで、発表されれば当然買いますし、ガンガンこのチャンネルでお伝えしていこうと思いますので、もし気に入っていただけましたらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はこの辺でおもかげでした。